シグナルが出ました。そのお疲れ様でございます。ずっとね、待ってたんですけど、まあ、出てから話そうと思っておりました。左下のね、ドル円出ております。その前に取ったのが右上、そして上のビットコインもありますけども、これはやってないですね。その前の右上のドル円はちょっと一本取っております。5000円ベットで打たせていただきます。よく1万ベットとか5万ベットとか、一般的によく、まあ資金管理ができてない人っていうのは金額見て信用してそれで打ってって損したっていう感じの人がいらっしゃいますので、皆さんの平均的なベット数で打たせていただこうということでやっております。ちょっと見づらいので拡大してでかくします。残りは灰色の方のカウンターで見ます。3210、はい、これで灰エントリーいたしました。ということで結果どうなるか見てみましょう。最初は逆方向、後半からぐいぐいとトレンド方向に上がった方が安心感はあるって感じですね。この相場のね、値動きに関しては結構いい感じで動いております。なかなかこんな感じでね、気持ちよくドーンと気持ちよく上昇してくれると、ああ気持ちいいですね。ああここで下がる気がしませんよね。さああと40秒少々、まあ大丈夫ですね。これ勝てそうな感じがします。さああと5秒少々、はい、勝ちました。ということで終了しましたね。一応そんな感じでございまして、まあ、前回見ていただいた垂れ流し動画、まあ最後本当次何撮ろうかなっていう感じだったんですけど、普通にエントリー動画となってしまいました。ということでですね、大変撮りやすいツールでございます。ということで参考にしてください。失礼いたします。